2022年第1回英検1級の英単語問題の解説をしていきたいと思います。過去6回出てるんだ。多い。英検1級やってる人だったら知っておきたいと思う。ネガティブな単語多いよね、英検1級って。Language。ということで始まりました、もてちゃんね。さあ、今回はですね、2022年第1回英検1級の英単語問題の解説をしていきたいと思いますね。まあ、今回もね、準1級に引き続きですね、初めて正解になったものが多いですね。過去に出てきてはいるんですけど、まあ、初めて正解だなっていうのが多かったですね。はい。今回もですね、データ端の提供でお送りしますね。過去の出題データ見れますので、はい、そちらをですね、全部紹介していきたいと思います。データ端、今回ですね、25問中25問すべてカバーしておりますので、データ端でちゃんと覚えてた人は全問正解できる問題でした。では、見ていきましょう。最初の問題が pander ですね。そう、pander to っていうやつですね。なんとかにこう、付け込むとかっていう表現ですね。今回何でしたっけ ?the rich か。to the rich だから、rich な人たちね。rich people に付け込んでっていうやつでしたが、これで3回目の登場ですね。で、初めて正解になった。次が indoctrinate ですね。まあこれはドクターが間に入っているので覚えやすいですね。ドクター教え込むっていうやつですが、4回目の出題で2回正解になってますね。正解率 50%。 で続いて vanity、 はいはいはい、うぬぼれとかね、 vanity mirror とかね、ですね、 vain と同じ語源のやつですね。3回目の出題で初の正解ということで、こう初の正解多いね。で続いてが zenith もしくは zenithいますね。この CNN 見てるとですね、アフリカのね、ゼニスバンクっていう銀行の宣伝がいつも流れるので、まあ、しょっちゅう聞くんですけど、まあ、頂点と言いますね、ピークの意味です。ピナコとかとね、同じような意味の単語で覚えましたね、昔。過去6回出てるんだ。多い。で、6回出てて、初めての正解という。まあ、やっぱ過去問研究大事ですね。正解になっていない単語も研究しとかなきゃね。続いて grueling、 めっちゃ疲れるでね、 exhausting の意味ですね。この単語は2回出題されて2回とも正解になってます。だから正解率今のところ 100% ですね。次が encapsulate は、これはカプセルですよ、日本語で言うところの円の中なんで、カプセルの中にってこうなんか包むっていう感じ、包むとか要約するとかね、そういうやつでした。5回出題されて初めて正解ということですね。おお。続いて dogmatic、 あーはいはいはい、これまあ日常生活聞くことはあるけどね、押し付けがましい、ね、ドグマから来てるやつですけど、これ過去3回出て初めて正解になってますね。あ、意外、そうなんだ。続いて park、 はい、こいつなんかはまさに大学受験とかでやってきて勉強しなかったけど英検1級やってる人だったら知っておきたい単語ですよね、これね。過去3回出て、だって3回とも正解になってるから、正解率 100% ですから。でこれ parks っていう複数形で使われる表現で、 perquisite の略ですね。で perquisite っていうのが給料以外の給付されるやつ、社宅とかね、そういうやつ。まあ難しい表現ですわと思って。次が commiserate、 あー commiserate with の形で出てましたね。誰々に同情するってやつだね。あの、come一緒にで、misery とか、miserable なんで、これはまあ覚えやすいですね、同情は。3回出題されて、2回正解になってます。で、次が extenuating ですね。extenuate がもう3回、軽減するってやつですけど、で、これが ing 系では初めて出ました。extenuating circumstances とかっていう、酌量すべき状況だみたいな意味で出てましたね。だからこう軽減するっていうわけです。だから酌量して罪をね、下げてあげるわけですよ。次が quaint、 あーはいはいはい、この古風でね、プラスの意味なんだよね、趣のあるとかってやつですよね。過去4回出て初めて正解になってます。次が dissipation、 浪費とかね、消失、 this がほら離れる、スペイトのところが投げるなんで、覚えやすいは覚えやすいですね。過去5回出てるんだ。で初めて正解になりました。続いて hatch、 はい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 、孵化するっていうので、ね、有名ですけど、 hatch a plotっていうので、陰謀を企てるっていうので出題されましたね。お、なかなか面白い出題のされ方って思いましたね。過去4回選択肢にいて初めて正解。やっぱ初めて多いね。続いて debris、 まあ debris は知っておかないといけないですね。これはまあ総計とかでも知らなきゃいけない、多分瓦礫ってやつね。 S 発音しないですね。過去3回出て2回正解になってます。続いて diffuse、 和らげるとかっていうやつですね。過去5回出てんだ、で2回正解になってます。続いて flout、このルールとかがあって、それを破ったりとか逆らうっていうやつです。なんか今回は携帯持ってきちゃいけないのに、もう授業中にも使うよみたいな、そんな話でしたよね。で、過去4回出て2回正解になってます。
ますね。次がデポジション。ああ、難しい単語ですね。宣誓証言とかね。なんか裁判かなんかの場面じゃなかったでしたっけ。でもこれも2回目の登場で初めて正解になったと。いや、この表現、やっぱ出会ってたら有利ですね。次は verification。ああ、はいはい。verify するわけですよね。ある人の経歴詐称みたいなやつだったよね。すごい貧乏なところで育ったって言ってるけど、証拠がねえみたいなんですよね。2回出題されて初めて正解になった。次は lure it。はい。ゾッとするとかってですね。残忍なで。murder。殺人と一緒に出てましたね。過去3回出て、2回正解になってます。やっぱね、ネガティブな単語多いよね、研究って。次が、emaciated っていう形で。痩せ、衰えたとか、やつれちゃったってやつでね。確か犬だったと思いますけど、これもネガティブな単語だね。4回出てますね。で、3回正解になってると。おぉ、かなり正解になりやすいね。レベルが高いけれども、過去に出会ってれば解けますね。続いて、debunk。ああ、これ何回か見たことあるな。この誤りを指摘するとか、暴くってやつでね。4回出てて2回正解になってますね。はい、ここからがイディオムですね。最初がポーカーラウンド。あ、まあ、ポーカーラウンドは実際使ってたからアメリカで。うん、何回も聞いたな。こうなんか探す時に使うね。探し回る。なんか物理的に探してる状況でしたけど、結構日常誰かのことをこう詮索するみたいな感じで使うことも多いですね、ポークって。次はパリッシュオフ。ああ、はい。さっさとこう食べるみたいなんで出てましたね。過去3回出てて初めて正解。磨くは知ってる人多いと思うんですけどね。こうなんかパッと食べるっていうのは知らない。次、イークアウト。あ、イークアウトって英検でやっぱ見た記憶あるけど、生計を立てる。イークアウト、アーリビングだったかな出てたの。4回出てて、あ、初めて正解なんだ。何度も見たような気がするけど、正解には初めてだったんですね。次がバラアップ。はい。おべっかを使うっていうやつですね。人を目的にとってその人におべっか使うみたいなやつで。3回出題されて、あ、3回とも正解になってる。へえ、すごい。やっぱり英検に出るもの、出やすいものってあるんですよね。わあ、むずいなって思うかもしれないですけど。今回は100個全部の中で、初登場の単語は21個あったわけですね、選択肢。やっぱり初登場のものも出てくるわけですね、毎回。ただやっぱ今回はね、正解の選択肢初登場のもの1個もなかったので、ちゃんとデータ単やってればできたと思いますね。で、新しく出題された21単語もデータ単に追加されますから、はい、アップデートされていきますので、ぜひ英検1級ね、受ける方は必ずデータ単チェックしておいてください。はい、それでは実際データ単を使ってみましょう。こういった形でたくさんの問題がありますね。イディオムとかもね、あるし、動詞とか名詞とかね、様々なものがありますので、動詞。じゃあ練習、スタート。バスク。バスク、日光浴は、これ、IELTSで使いますよ。次、ちょっと行く。culminate。culminate は最高潮。languish。languish は、すごい、惨めに暮らすところ。abate fluctuate これ変動するかという感じでね、こうやって実際問題を解くことができるわけですね。で、さらにこうやって単語帳に追加することなんかができますね。ピョンってなりましたけど、そうなんで自分のわからなかったものとか、あ、これ覚えとこうって思ったものを単語帳に追加することができます。で、他にもこのマルキボタンを押すとですね、はい、出題された歴が見れます、ね、過去何回出題されて何年の何回っていうのまで見れますね。1級で出題5回とか正解4回、12級の出題情報まで載ってますね。で、ほら1995年第1回とかですね、すごい過去のものまで見れますね。さらにすごいのがですね、こういった辞書も見ることができますね。物書き堂、僕物書き堂入ってますんで、物書き堂っていう他のアプリに飛ぶことができる。ほら、バスクって言ったら、ジニア星和大辞典とかランダムハウスが私に入ってるので、こうやって様々な辞書で見ることができます。で、さらには、Google イメージとかね、写真でね、検索することもできる。まあ、名詞とかに使えますよね。で、その他いろんな辞書がありますし、Youglish っていうのはですね、発音聞けるので、YouTube 内で使われてる動画を検索してくれるんですよね。From the observation platform, visitors can watch the marine mammals bask in the warm water.っていう風に使い方が分かったりするんですよ。で、発音も分かるし、あ、こういう風に使われるんだっていうのも分かります。で、エティモラインとかね、語源を見ることができますね。こんな形で様々な機能がついてますから、はい、ぜひですね、皆さんもこれを使ってもらって、どう考えててどんな本よりも圧倒的に出ますから、本は当たり前ですけど、すべての情報を載っけることなんかできないですけど、データ単は試験が行われるたびにアップデートされますから、最新の情報が
載っているわけですよ。なんで語彙問題でね、得点取りたい人はぜひデータタンをダウンロードしてやってみてください。 Android 版もありますのでそちらも見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 受験された方お疲れ様でした。